ドクター林の健康ゲラゲラクリニック <music> え皆さんこんばんは7月9日の夕食後のひとときいかがお過ごしでしょうかドクター林です。 えもう都議選も終わりましてね、えー、一応、暑くなるのを我慢しているだけの毎日ですけれども、まあ、医療あの選挙なんかあるたびにいつも話題になるのは、とにかく医療費のとか医療,医療のこととか、福祉のことが問題になってくるんですけれどもね、やっぱり医療費が高すぎると、高すぎるってもう本当にもうしょうがないんですけどね、とにかく高騰する医療費をどうするかということがいろいろ問題になってくるわけですけども。まあ とにかく医療費を,を,を抑制するということはなかなか難しいことなので本当は患者さんにあんまり病院にかからないでくださいよというのが一番いいんでしょうけどねなかなかそうもいかないそうするとそのあの診察した医療費とかそういうのをどんどん減らすしかないわけでしてまあ我々がいつもその山手線に立たされてえたくさん薬を出したりなんかするとどんどんえ減らされてくるわけでしてねえまあとにかくそういう意味で医者があ昔のように あー金を儲けるということはね、本当にもう無理な状況になっています。それで、まあ、いろんなことを考えてきて、今度はその最近よく言われるのがそのジェネリックといわれるね、薬のもう安くする、安い薬を使っていこう、で昔はもう何十年前の話ですけど、その時はもう、まあ、ジェネリックってなんかちゃってかっこいい言い方ですけどね、ゾロ品って言いましてね。 えー、粗悪品だったわけですけどね。まあ、だからそれが今はもう主流になっていると。もう普通のいい薬を出してもみんなそれに薬局で変えられて患者さんは飲んでるということになっているわけですね。まあ、もう、あの医療費通知なんか時々見ると来ると思いますけども、医療費通知のところにもあなたの使った医療費はこれだけですと。それで、えー、もしこれをジェネリックを使ってこの薬をジェネリックにすると、いくらぐらいの負担が安くなりますとかですね。そういうことはもう同等と書いてあるわけですね。 それでもう患者さんもじゃ使わなきゃいけないのかと思ってみんな安い薬を使うわけです。それ支払いが少しは楽や安いですから、まあ、ちょっとは楽かと思いますけどもやっぱりその薬が本当に同じものかとジェネリックは基本的には同じだと言われてますけども同じものかと言われますとですね、えー、医者が自分が飲むときには多分ジェネリックは飲まないと思いますよね。えー、それは何てかというと確かに、えー、成分とか ああ、効能とかいろいろ、ま、いろいろそういうのは同じだと言われているんですけども、やっぱりなんかどっかにいろいろちょっと変わったところがあるんでしょうね。私たちの印象はとにかくジェネリックは効かないと。というような印象を持ってるわけですね。だからなかなか使いたがらないと。いうでもこれが今主流になってきてるわけですからね。まあ、どんどん医療もですね、えー、今医療は、三日であると。まあ、いうことがね、今は言えるんじゃないかと思いますね。まあ、ちょっと今日は、ああ、 またスクリーンミュージックを一曲最初から聞いていただきましょうね。えー、ムーンリバーアンティーウブレアムスで聞いていただきます。はい、えー。毎回楽しいゲストの方をお迎えしてお話を伺う,うドクター林の健康をゲラガラクリニックですけども、今日のゲストは戦う市議員澤田敦さん。よろしくお願いいたします。どうもこんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。 まあ、我孫子の阿孫子市市議会議員ですよね。阿え、我子でやっていただいております。どうして阿孫子なんですか。あの、私、あの、北海道で生まれてですね。で、北海道で小学校六年生までいたんですけども。その時、小学校六年生の時に、あの、柔道の全国大会で。で、決勝戦で負けてですね。泣いてたら、そこであの、当時の高校日本一の世田谷学園。その柔道部の監督さんが。おお、日本一になりたいかと。な、なりたい。なりたかったら、うちに来いいってことで。で。 北海道から柔道留学で東京に来たんですね。えー、で、東京に来て、でまあ、柔道6年間、世田谷区でやって、えー、世田谷区鶴巻中学校世田谷区で中学って、えー、で大学が明治大学に行きましてで、その後に、えー、あそこですね、えー茅ヶ崎、小川道場、小川直也さんのいる、小川に一年間住んでですね、小川さんのカバん持ちをしながら、えーえー、で、えー、その後にですね、私、まあ、今、結婚してるもんで。

えー、その今話してあったように柔道ずっとやってた小学校から中学高校ずっとやってたんでしょはい中高大学までやってたんですよね大学でやってたんで、ね、それでプロ,レスラーなプロレスラーになるために小川,小川さんと行ったのそうですねプロレスラーになるために<ー>でも明治大学って言ったらやっぱり澤口さんとかじゃないですかああ澤口先輩は大, <laughs>、ね、もう大先輩でそっちに行,行かなかったですか <laughs> あのな何を喋ってるか分かんなかったもん、ね、<laughs> <laughs> 確かに聞こえなかった <laughs> 何を言ってるか,かったんて <laughs> <laughs> でもそうで、上名古屋のとこ行って<え>で、そこでプロレスラーの修行をしたってことそうですね、1年間ほどあのカバン持ちをしながらですね、うんあのー、当時ですね、僕、大学4年生の時にあに、小川さんはですね、全,全国に、日本がですね、ハッスルブームっていうのがですね、 全国どこでもみんなハッスルハッスルって。ああ、そののその話。安倍総理までハッスルハッスル清原さんだってね、今、あのいいけど、清原さんだって、東京ドームではハッスルハッスルなってて、そのとき、小川さんらもう、明治大学の柔道場に来るときに、毎日違う車乗ってくるわけですよ。毎日違う時計来て、毎日ものすごいスーツ着てくるんですね。なんだこの世界はと。で、僕、ちょうどそのとき、就職活動とか、就職でいろんなとこからお声かけいただいたりとか、警察とか学校先生とか、企業とかいろいろ来たんですけども。 さん見ちゃうとですね、これはプロレス世界すごいぞと、そういうふうに思うし、プロレスラーになると思ったです。はい、で、小川さんにぜひともお弟子にしてくださいと、そこからですね、で、その中で犬機会長を紹介していただいたりとかしまして、IGF に参戦できたと。何年ぐらいやってたんですか、そこから何年ぐらい I J まあデビューは I g ですね I g デビューして、うん、で今じデビューして今年10年目なんですよあ10年目なんですかああなるほどねえー、今年10年なんですけどもね <laughs> あのー、なかなか試合もできてない状況で、うん、はい,いやまあそうですけどねまず、あ、それでまあ司会議員になろうなろうと思ったのは何てうんですか思い思いつき もともと僕、こういうのがありまして、政治の世界っていうのは。もともとそういう思考があったんです中学高校ぐらいというか、正直、オリンピックも出たからね、そういう夢もありましたけども、その中でやっぱ何か人のためになりたいなっていうのは、心の中であって、心の中で思ってましてですね、その中で稲木会長が、アントニオ稲木会長が参議院議員の選挙出まして、当選しましてですね、今、議員としてやってる中で、いろいろと話してる中で、稲木会長にいろいろと相談しましてですね。じゃあの やってこうかということでへ<ー>えー、いいかもしれなですねそうですねじゃあ司会議員から始めようとえー、えー、まあ、まあ、それううから我孫子市匠を元気にねしていかなきたいと思うんであそうなんだ、はい、じゃあ猪木さんのあ,あの勧めというかアドバイスもあったっていうことですかかそれはかなり大きかったですね猪木会長の参議院選挙っていうのは大きかったですねうん。えー ただ選挙は私はね、あの金当時金髪だったので、あんまりめ、ね、くるなと言われたので。<ー>選挙にあんまり、ええ<ー>、徹はあんましなかったですけども。えー、も選挙の時、猪木さん来てくれたんですよね。あ、阿孫子市。我孫員市,の市とか、ね。はね阿孫子市大パニック、あの駅前大パニックですね。人が <laughs> 本当少なす,かすぎて。はいえー、もうそれ以来、警察にも、阿あ、我子使うなよということ言われて、駅前使っちゃだめだぞっていうことを。まあ、人づてにですね。えー、まあ、僕は直接言われてないので、何とも言えないですけども。 それで当選しちゃったんでもんね、いやいや、あのこれはおかげさまであ、市民の信任をいただきましすごいですね、<laughs> <laughs> いや、なんで本当に浴びこがれたんだろうって、不思議だったし、なんでしたい時間になろうと思ったのかと、いろいろちゃんともう、ちゃんと下地があったわけです、僕ね、北海道で12年間、まあ、今でも実家、旭川ありますけども。うん そのあと、東京も10年間、茅ヶ崎1年、2年かな、一年で、我孫子、今、住んで12年なの十11年かな、十二年だから、我孫子が一番長いんですよ、ああ、そうなんですか。僕は私のところ、今、住んでるところ、我孫子だし、これからも我孫子にずっと骨を埋めていこうという、そういう気持ちでいますので、今、プロレスはどうしてるんですか、今、やってなかなかできている状況ではないですね、今。 選挙に当選しまして、審議会議員になってからは2試合しかしてないですね、2試合、藤田和行と、目が張りそうになった時きでそれとあとモンテネシーバーとやった時ですね藤田和之は本当にもうね、なんとも言えないですけど、あれは市会議員になってからだっなんだか、そうです、失明の危険だったじゃないですか、もう練習もできないです選挙終わってすぐでしたからね、あれは、試合やったのは大みそか。 11月15日選挙でで大晦日ですからねちょっと1か月ちょっとの間であの時は柔道着で柔道着です柔道着に思いっきりねあれこって入れて昔何かね脱いで欲しかったんだけど一番脱がないんですよねそうかですので藤坂の時やっぱ強いですか いやー強かったですねもう本当ゴリラとは戦ってのないですけども<ー>、ね、空想でゴリラみたいなもんですねえだっあんなそのこの前ちょっと YouTube なんか見てたらあのあ、ー、てのオリンピックなんかの金メダリストってやっ戦ってそれでまあ一発で伸ばしちゃったじゃないですか。

それとモンテーブシューパットやっただけで、あとも全然トレーニングしてないんですか、トレーニングはなかなかできてないんです、本当に陳情とか、皆さんおかげさまで陳情とかね、すごく多くてですね、市民のいろいろ、市民ファーストでやってるんですか、ちゃんと。そういう言葉はね、流行りには私乗りたくないからね、そうか、市民ファーストで、それは当たり前のことなんですよ、これ、批判するわけじゃないけども、流やりに乗っちゃだめだって。 入りのちゃダメだと。<laughs> なるほどね。で、あれでしあれ。無所属でしたっけ。<私><何>無所属。無所属っていうのは、ちゃんとなんか、議会なんかで、いべし居場所があるんですか。もちろんですよ、であの、私、今、会派というのは、市、議会でも、もどこの、あの、議会でも、そうなんですけども、会派というのがありましてですね。ええ 保守系の会派に入ってましていろいろと今やらせていただいておりますまず政治っていうのは数は力なんですね、田中角栄先生じゃないですけど特に地方議会というのは二元代表制でございますからこれは東京側と議会側議員側議員側は何かというと数で当局とのものを言えるっていう形なんで。だいぶ プロレスの業界と違うんです。偉大 <laughs> <laughs> なもんですか。<laughs> いやいやあの皆さんを笑顔にしたい。これみんなもの共通幸せこれは。<笑><笑>皆さんの笑顔を見たいとそのためには。そうなんだ。水族だと引っ張られないですか。いろんなとと,とから。あおかげさまでいろんなところからね<え>あの声はかかるであの痛いとりますけども。私はねまたあの私らしくねそういう風うにやっていきたいとそういう風うに思っていますので今は。 次の選挙の時は、その風を,を見て、そんな風見取りって、なんかっか以前ね、剣道家臣がね、私のことを見て、ですねあいつは風見豚だって、ばっ <laughs> 言ってん、ね、<laughs> <laughs> そうか、楽しみですよ、だけど、ずっととにかくこれから政治家としてやっていくつもりなんでしょ。 今は我コ子を元気にしたい、うん、その気持ちでもう今はね、その気持ちで全て入ってますよ、ね、もちろんこの中に。我孫子ってどのくらい人口があるんですか我コ子、今13万2000人ですね<ー>いいあの、一番多い時は13万3600人いたんですけども、<ー>えー、自然減で、なぜかっていうと。あの 今800人の子供生まれるんですね800人ちょっと子供生まれるんですけれども、えー、1200人ほど,どあのお年寄りなくなっちゃうんですよ。ああこれ自然源がどうしても生まれてしまうので、うんうん、だから微減していってるわけですね。うん、<今>でも結構人口増えてるとこじゃないの、美子ってのは。あのー、東京、近いじゃないですか、まあベ。ベッドタウンで千代田線でも最終駅だから、ね、あのすごく乗りやすいんですけれども、きも始発だから乗りやすいんですけどああなかなかやっぱあの人口は増えてないですね。 いろんな政策で政策でねあの阿比君住んでくれたらいくらとか補助金出すよっい、うん、を出して,てくれる補助金出しよていろ、うん、んなものを今やってる段階でございましですね。沢さん人口増やさなきゃ。<laughs> <laughs> 一人でもねそうか。はい、まあ楽しそうですだけどね。

エクジャパンのラスティネールなんで。あ、じゃ、それ。ええ、是非とも。二十曲。ええ、はい、えク、ー、スジャパンのラスティネールでした。今思い出したんですけどね、はい、あの。エクスジャパンのよしきって人は。私会ったことあるんですよ。<あ>それで、えー、いや、会ったこどこで会ったの、かいろいろ考えてたら。 お前たちたの沢田さんとあのロンバートの部屋にありましたよね。ああ、本当ですか <laughs> あそこはあのどうでしたっけあれはニューオータンでしたニューオタン、ニューオタンですね。ねで、あそこからから転々と引っ越したわけですよ。えー、それで、それからどこに持ってたのかな、なんかもう一つ、一番最後のホテルで、また行ったら、そこに吉川いたんですよ。あ<ー>だから思う人、あの時沢澤田さん、何時に来てたのかなって、ロンバートのとこに。いやいやあのね マジでね、ロンバートってすごくくしてアメリカ行った時もずっと世話になってですね<ー>でそ,のそこで僕よしきさんが一回紹介してもらってでで一応お会いしまして、うん、で「ああこれジャパンすごいな」と思って「僕、うん、が好きになったね僕一、うん、回会うと好きになっちゃうんです」ってで,であのなんかいいテーマ曲ないかなって、うん、ロンバートに行ったら「じゃあラストに寝るだろうロンバートのお客さんですか?」 ロンバード先生、も私の恩人でございますので、いろんなこと、突然亡くなりましたけどね、びっくりしましたよね。じゃ私が8年前ですかね、デビューして間もないあのロサンゼルスに修行に行った時にですね、猪木会長から片道チケットだけもらって修行行ったんですね、そにロンバードさんとお会いしまして、その時にロンバード、僕をずっと長能力サイキックって言うんですかね、長女力サイキックで僕のことをすごい見てくれて、ですね僕のことを全部当ててくんですよ、過去。 お前3歳のこあにプールで溺れて死にそうだったとか全部当たってで最後には僕の貯金通帳の下一桁までやってましたええホにお前金ねえなってびっくりしました本当に才能そういうあれがあるんだ才能あるんだはい某女子レスラー僕サイモンさんの家泊まったんですけどその時ロサンゼルスのあれサンタモニカか 3年前かあのサムさんの家の近くに某世界一稼いだ女子レスラーが今なくなっちゃったんですけど、うんうん、某レスラーがいて「ちょっとお前あそこでビデオカメラ撮ったかいで撮ってきてるんですねでそれをロンバードの家と思っていたらですねロンバードずっと寝てるんですよで,でその撮ってきたて再生したんですねロンバードの家で、ええ、で再生したんですけどロンバード寝てるんですよね、ええ、でもんで,でロンバード寝てんだと思ったらロンバードがいきなり「ストップ!」っていうですねで一時でしべっとっしたんですねその時に、まあ これはまあね言っちゃいけないけども言ってもいいか分かんないけども幽霊がっぱ映ってるんですよはい、えー、その家の前がものすごいね、うん、なんかあの霊感があるとこだなんていって、はい、ものすごいんですよ本当にこれは <laughs> 何十人でて映ってるわけですね、はいはい、でそれだけロンバードさんはあのいろんなものが見えてる方なんだなと、はい、それでそれをどうするとかそういうことしないわけただ見てこういうのがいるとかあああすごい へ <laughs> <laughs> えー、そうですね、確かに日本でロンバードが来たとき、林先生、よくすよ、ね、でも,もう3日に1点言われましたよ、私もロンバードの、あそこあのルームサービス頼んでいいって言うんで、うん、ロンバードはよく,、うん、よく頼みに、あのお腹空すいたらロンバードのとこ行って、そういう人なんだ本当に。はい

関わる仕事だとそれが今なんですね32歳で選挙だったんで私すごいじゃないですか本当にびっくりしましたねおい32歳って何年だって言っら僕正直ね選挙出るってまだ全然考えてもらなかったんです当時は実際問題こうなってますねへなんかそうやるとんかしなりちゃってほしいですねほんとにほしいですあれなんか今娘さんだからなんか 同じようなことやってでしょ娘さんも息子さんもマックスって言うんですけど息子さんもタロットを売らないとものすごいですよへえ娘さんもそうです娘さんの名前は出てこないですけどねいやあの時にその論破ってほら横浜方何だかにカジノをカジノを作るっていうのを話しててそれに自分も関わっていくからあんたそこで病院やれと言われたんですよあんたそんな残念ですねいろいろとああ ロンボットさん、顔も広かったですからね、本当に政治家なんかみんな、政界なんかも本当にそうそうたる大先生いっぱいいますからね。惜しい人を亡くしました、でも今なんか、結構、市会議員なんかやってると、どうですか、ほとんど向こうに、我孫コにいるのが多いんですか。 東京に来ないで,そうです、ね、プロレスだけ一本のとっていうのは、もう本当にもう東京ばっかりいて、我孫子に帰るって言っても、あのー、就任2回ぐらいですかね、あ,<ー>あと IGF の,あの道場が当時あったんで、道場泊まったりとか、えー、あとはいろんなとろにね、うん、いろいろ転々と,し,ことしてたみたいですけど、我孫 <laughs> 子の。はいえー いろんな行事なしの行事とか、うんはい、そういうのにみんな冠婚総祭とかね、はい、そういうのにいっぱい出なきゃいけないわけでしょ、まあ、出なきゃいけないわけでもないですけどもやっぱ顔は出しますると、はい、やっぱりそれなりにこう包んでいかなきゃいけないのもあるじゃないですかあそれはねあの今公職選挙法でだめなのであそうなんですかなでななただあのお葬式とかあの結婚式の場合は自分が行く場合は包んで。 僕の代理で行くのはだめです、僕の代理で僕の名前で行くっていうのはだめです、そうなんですか、いろいろ物のにも大変だろうなと、こと言だからちょっと思ったんですけどね、昔、かつては本当に何十年前っていうのは、議員の政生方がと包んでたってますよね、そういう話を聞きましたね、祭りとかいろいろね、運動会とかそういうのを積んでいくもの、今はもう一切じゃないです、選挙の時はどうだったんですか、どういう意味で。 いえ、それゃ選挙はね、でも、アビコって、アビコって、あでも選挙そうなんです地方議員も全部そうなんですけど、いくらまでってのは決まってるんですよね。おお、そうはい。でもなんか、アビコなんてさ、それこそ、昔と選挙やってるよ気がするじゃないそんなことで私が新しい課税を持っていったわけですよ。いくらくれたら票まとめてやるよとか、いろいろいっないいるじゃないですや それは、ああれはかつてはね、わかんないですけども、あ,あったどうかかあマネーファースなんだよって,言ってたんですか。<laughs> そんなことないですか。私は笑いません。じゃあ今、選挙の時、あんまりお金使わずに。 できた。それでもやっぱりポスターとか選挙カー借りるのとか。ウそうですね。だけど市会議員だと、やっぱりかなり自分で持ち出しじゃないですか。あ、もうほとんどテメント全部がテメント。で、すその分を要するに市会議員になったからっつって、取り戻せるっていう感じでもないし。はい、ない、そう、もうお金じゃないです私は。市民の皆さんの笑顔を見たい、ただそれだけでございます。私は。そうすると、それから、これから、そのな活動資金とかそういうのって、別に。 どっから来るわけでもないでしょ、はい、自分で本当にやその歳費の中からやらなきゃいけないでしょそうですね。すね結構大変ですよねえー、であの今我孫子市の場合は政務活動費っていうのがあるんですねえで年間三十万円まで使えるっていうのは、ねえー、年間三十万年間ね、まあだめだもんね <laughs> されて30万で三十万円なんですけど私は全部返済してます返してます使う一、えー、円たりとも使わずに使わなくて返さなきゃいけないわけ、はい、使わなかったら、はい、使わなかったら返さないといけないですでも<ー>ね、あの他の先生方が使われてる方もいっぱいいますけどでこの間西村さんと、えー 某番組で一緒にした時にですね、西村さんは政務活動して海外にもよく視察に行くなんて言って、よく市民オンブズマンに怒られてるなって言ったんですけど、あそこだと30番って問題ないでしょ、もっともっと持ってるはずですよ、多分月30番ぐらいじゃないですか、分かんないですけど、これは。でも結構、韓国総裁なんか呼ばれてお金で住んでいくなんか言ってましたよ、それはもう自分の全部手弁当で、そうでしょ、だから司会員は大変だろうなと思って、やっぱ早く見解に行かなきゃと思うじゃないですか。 いや何も私は市民は、我孫子を元気にしていきたいって、うん、本当にね、市長ぐらいまでにれていいね、阿そうか、はい、楽しいですか市会、市会議員の仕事ってのは、まあ、楽しい、楽しかったいのは今、私は幸せにやらせていただいておるプロレスなんか、ずっといいですよ、プロレスいやいやいやでもね、プロレスの方が正直言うと、もっともっとね、あのー、遊びがありました、うんプ、プロレスの方が遊びがいっぱいあったんですけども。 どっちがいいかって言ったら私はもう今は市民の笑顔を見たいから本当にそれだけ先生今ね我孫子市要支援者にいるのは待機老人というのはね360人ほどいますのでぜひその辺をぜひ先生にもどうするなのに待機老人みんなどこにいるわけ家とか入社できないってことでしょはいはないなかなか入れない方が待機児童はゼロなんですよ我孫子市30年間。 えー、待機児童、ずっとゼロでやってまして、今<ー>、えー、待機老人がね、どうしても。<ー>えー、まあ、ああいうあの、なんていうんですか、ほあの老人ホームみたいなね、ああいうところは、要するにほら、今、もう結局、国の国っていうかその、政策がどんどん変わるから、そうなんですよ、ね、すよ本当に、最初、いいなと思って手を出していっても、いつの間にもう一人目にあったりするのがいっぱいあるわけですよ。えー そうでも私今、はいまあ、議,議会で常任会というのがあるんですね我孫子市議会の常,常任会であるんですそこでまあ教育福祉常任委員会うところにまあ所属してまして、うん、でまあ教育と福祉のねこれ我孫子の見ることはあのね福祉って難しいんですよ、はあ、もう年がら年中法律変わってくんであそうそうそう本当そう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 、まあ、そう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 勉強たいこれはほん勉強しなきゃいけないまだまだ勉強がだから結局本当福祉なんかにもいろいろみんな興味があって 手を出していろいろ籍事をやろうとするんだけど結局そういうとこでみんなし踏んだりなんかしちゃうんですよね。教育なんかも今、阿炎子は平成30年で小中一貫教育というものをやって貫ます。というのは何かってあの中一ギャップって言葉先生ご存知ことば小学6年生が中学校に行くときにこれは環境変わりますよね。 で環境変わるときに、えー、やっぱりなかなかあの小学校の中学校行ったとき勉強も変わるし、うん、先生方も変わるし環境変わるといなかなか学校に行きたくないっていう子も出てくるわけですね。うん、なんかそれを、あのー、なくすために小中一貫教育とのをやっていく、うんで。何かというとこれからあの小学校も中,中学校も、あのー、一緒に交流もどん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 多くなっていく、うん、でそういうのを今我孫子市で進めていくんですね。これはは私の,あのアコ近隣でなななかなかない やり方で、これからやってみてことなんすけど。え、中高は。中高は、まあ、小中っていうのは義務教育なので。あ、しょうが、中高一貫ってない。中高一貫は、我孫子市は、私立高校ありますよ。中高一貫はないですね。ないんだ。あ、ないんだ。え、なくないですね。そうか、小中一貫。はい。では、これは、あの、分離型ですけどもね。あとは、あの、幼保少連携とかね、いろいろあるんですよ。幼稚園、保育園の園児が、小学校行く時の。 環境の変化をですね、はい、少しでも緩やかにするためのカリキュラムもこの間僕一般質問でもしたんですけど安部君のカリキュラムの本ができたんですね冊子ができて、うん、こんないいものをねもっともっとあの世間にはあのは発表するべきだ、うん、もっともっと発信するの、うんえー、なかなかねそういう子育てにしやすい町っていうのは安部君しやすいんですけどもなかなかね発信してないので、うんえー、もっとするべきだなと私は今思っててですね、うん やっぱり江戸川区なんかもねやっぱ子育てしやすいっていってね、いろんなところからみんな江戸川区に入ってくる、小さい子供を持つお母さんたちはね、喜んでますよね。あれ江戸川区は多区町ですか、今、そう,えー、とそうでしょ、忠区長ね。何度かお会いしたことはあります,よ、ね、すかはい、うん、だからやっぱりそういう、子どもたちのためになんかやってるっていうが、なんか、あどうでしょうかね、うん、お年寄りは、ね。まあ子どもたちのあの未来がね未来を背負ってますからね、この日本の未来を背負って。 うん、明るい未来のね、本当、浜田浩一先生じゃないですけど、うんね、か愛いい、ね、明るい未来のある子供たちにねあの、笑顔になっていただきたいって、<laughs> <laughs> <laughs> そういうことの、それはもう、本当、もっともだと思います、それは。<laughs> はい、さあ、じゃあ、さあさん、はい、もう一曲お願いします、はい、なんか歌、曲を。あ、曲、うん。あー、これはね、かけちゃうかけちゃう。あのね僕ね、選挙カーでね、ずっとこれ流したんですよ。そ アドレーネンが出てくるよ <laughs> <laughs> 緊張しちゃうんだよ <laughs> ドクター林の健康ゲラゲラクリニック <music> え今日はゲストに、えー、プロレスラーで 阿孫子市議会議員の澤田敦さんをお招きして、お話を伺っております。えー、まあ、大体いろんな話を聞いてね、面白いんですけども、まあ、えっ、ー、と、プロレスラーになろうと思ったきっかけが、その小川直也の、うん。 キンキラーの,の姿を見て毎日が車, <laughs> 車と毎日が時計ですか、はい、スーツを着てあれに憧れて自分になろうと思ったの、えー、もう大変でしたよデビューした時は全然ちげえじゃねえかよと <laughs> <laughs> 話がちげえよとプロレスでどうですかいい,いい思いしましたプロレスの時ってあのおかげさまで私はあのもうプロレス今でもいろんないい思いっていうかあのはいそれは、はいろいろとそれなりに活か,かせてもらったの それはもちろんプロレスで今稼げないっていう方もいるってことを聞いてるんですけどそれはプロレスじゃないそれはプロじゃないプロレスでご飯を食べれるプロレスだけでご飯を食べれるじゃないとプロレスの形はだめだと思うですだからプロレスの質がどんどん低下していす誰でもプロレスラーになれるていうアルバイトしながらねそれは僕はプロレスラーとは認めたくないプロレスラーだったんですか澤さん。そうね プロレスだけけけでで食べていけたわけでしょあ私はあのおかげさまで、それはすごいなと思って、運があったんですよ、あのね、有名選手のお母さんとか、会長のね、元に入って、だから IGF だって、いい時代でいと、一番いい時にいたわけでしょ、まあ、今かどうか分かんないですけども、うまあそうですねあの、おかげさまでいろんなね、ところにも、ね、それこそいろんな海外にもたくさん行かせていただいたりとか、はい。あのね パラオにも、イノケイランドにも、中国の上海工業とかもそうですけど、北朝鮮とか、きょうね、本当に大変ですけども、北朝鮮は、今、中国は中国の IGF があるときに、まだないときにないときです、ないときに、今あるんですよ、ないときに上海工業、行きまして。 上海工業でこっちが工業したとそうこす。こっちが持ってリングなんか持っていって向こうでも八千人ぐらい入ったんですか六0 0 0 8千0 0人ぐらい入ったすごいねそんなに三日間ぐらいですよ告知したのか。ああそれで入りましたね北朝鮮はプロセスじゃないでしょプロセスプロセスってそれもすごい入ったでしょうわー、すごかったじゃでもあの。 あそこでスタジアムでやなかったんですよ、われわれ、体育館でやったんですよ、2>, うん、2万人かな、2万人の2日間なんか、すごいよね、えー、もうぎゅうぎゅうですよ、あれ消防法関係ないですよ、本当にぎゅうぎゅう入ってますよ、あれ。 平1995年にその平和の祭典で行った時きもあれも年二日間でえ三十何万人ですね。ええ言ってましたね。三十六万人発射しました。そうそうそうすごいですそれはね。三十六万人すごいな。あれはだけど導入されちゃうわけでしょ。<laughs> ねえ何もそれね実的にくるく <laughs> るわけじゃないと思う。いやいやそれはわかんない。自主的ですよそれは。いやいやそれはわかんないよ。二、えー、万人でもすごいですよね。すごいですよ二万人でも。ああ中国八千人。 中国そうですね発進着でしたね発進着きてあとどこだ中国だけでプロレスやっちゃいけないとか言ってなかったいやでもやりましたよ本当中国やりましたね中国でもボブサップやったのは対戦がボブサップで北朝鮮でも2日間ともボブサップでしたねなんだか海外でボブサップが多いですねプロレスでしょプロレスですプロレスの戦いでやりましてプロレス それであと,どこあとパ,ラパラは猪木アイランドの修行です。竹や,やり特訓とか竹、ねはい、やり特訓が危なかったとこもう会長どこに刺してくるか分かんないから。<laughs> <laughs> であの,あの無人島なんですね猪木アイランドっていうのは、うんはい、で星はすごい綺麗で真っ暗です夜は。は<ー>で星はすごい綺麗で。でそこで野宿するんですよ。<ー>はい、もう刺され虫刺されて<ー>もう大変です。野宿してんかテントかなんかあるんですか持っていくわけか<え>て

魚とって食べてましたね猪木さんもわりとそういうんかワイルドの生活は好きですよね会長はう会長って当時70歳ぐらいだったかなもう全然まだ海泳ぎますからねすごいですねそうアマゾンに行った時もあの川に入ってピラニアなんか取ってましたな。危ないな危ないな そううんすごいわ <laughs> だけどあのあそこのありましたしあの誰だ,だっけパラオのし州長あ分かってないですあなかったですか,かですパラオはとなんだっけトヨ,タトヨタじゃねえやうんあ分かったですかパラオは日本人にすごくねそうですよそ じゃ井上さんって本当に井上さんってプロレスと業界いるときは結構いろいろ楽しい思いでもあるし、いい面白いいいね、いや会長に本当に学びましたよいろんなもの、はいプロレス以外にも、ああプロレス以外のことでもやっぱり人間性としてもいろんなものをあそうですた、ね、はいとね、もう全部芝暗記しましたか、ししたかバカになるんですか、何 <laughs> でもバカになるんですか、すべて消えます、すべて。 この道を行けばどうなる。のか山本会長からいろいろ教わりました。小川、うんえー、さんから、あんまり教わってねえない。田 <laughs> 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 和之,之は、もうないな。歌詞もないな。えー、<laughs> 最近ね、この間永田裕治さんからいろいろと、あの <laughs> フェイスブックを通じていろんな、あのメッセージが出てきまて。 ぜひとも永田さんにはアビコで講義をやっていただきたいなとぜひ。そうですね。アビコなんか結構プロレスやったことないでしょ。行かないでないでしょ。行かないですいいかもしれないね。いやぜひともねやっていただきたいですね。アビコシ元気にもっともっとなるためにですね。どうって自分でやればいいです。長谷田君ん頼んだって。長田先生にぜひとも今の新人のあのねあの新日本プロレスのですねあの勢いをですねぜひともアビコに持ってきていただきたいと。 だけど本当にもう変わりましたねあの見てどんなこともできないでしょああいうねでもあれがもう主流になってっいうかそお客様ももうああいうのが喜ぶし昔我々みたいのでかいたちがぶつかり合うなんてあんまりねもうやっぱり興味ないんですよねあれもう正直ねあんまり言いたくないけどもこれサーカスですよ僕からすると飛びピョン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 跳ねてそうあれはプロレスまあねプロレスなんでしょうねあれがね今現代のそうなんですよね ちょっとなんか寂しいの、強さが見えないですから、あんな感じは。確かにね、だから本当にみんなもう今、体が小さい人たちばっかりじゃないですか、多いね。だから、もう昔はもうとにかく、昔ってことは今のそうだけども、ちょっと見て、これ誰だろうと思うような感じで道歩いても、やっぱりプロレスラーだったりとかあったけど、今は全然ね、普通の人がずっとでかいですもんね。あんながも残念ですよ。俺はプロレス、飯食いだと思いますよ、それは。でも、新日本なんかの動員はすごいですよ、プロレス観客動員は。 ほら、いつも満員でしょああ、先生、毎回リングドクターで。大体、行ってますけどね。じゃ、大阪とかも。大阪に行きます。大阪城ホール。行きます。行きます。あれも、二万人ぐらいじゃないですか。うん。うん、入ってましたね。両国も超満員ですもんね。そうそうそうすごいですよ。その、その、そのパワーだから。どうして、はい、よくわかんないけど。昔みたいな感じで。要するに、その。 お客さん持ってる選手たちがいっぱいいても、はい、彼らもチケットが取れないんですって、ああ<ー>、えー、もうじゃあ、ファンクラブとはそっち優先だファンクラブ優先になっちゃってて、はじゃあ、選手も相当今、<っ>ギャラがいいんですかね。まあ、一とらぐらいでかなりよくなってきてるみたいですからね。<ー>うん、やっぱそう考えると サイモン取締役の暗黒ね暗黒期はねこれは今 IGF 暗黒期だそうですけどもやっぱサイモンさんが全部悪くしてるかなとそうですよきっとそうかもしれないそういうところはロンバートはちゃんとアドバイスなかったのかな いやでも本当はプロレスラーとしてのプロレスラーとしてのなんかこう、な、ま、ん、あ、でもそのプロモーターでも、物価でもなんでもいいですけど、そういうことを関わっていこうとは思わないってこといや、それはあの思いていですぱプロレスというものは、あのもう僕からするともう文化なんですね、プロレスというのは、力道山先生とね。 あのシャープ兄弟もそうですけど、うん、その時代からの、昔からの戦後の、本当に、ねうん、戦後、日本が暗くなった時の一番のけばく剤だったとい、うんね、テレビのあって、そうですね、だからこれはやっぱり続けていかなきゃいけない、ね、うん、このプロレスを通じて、もっと世間に発信できるものがあると、うん、それはやっぱり常々、犬木会長が言ってることであって、ですねっもっともっと世間にもっと向けあの訴えていかなきゃいけない、プロレスを通じて、うんうん、これ、訴えるのもあるんですよ、プロレスを通じてですね。そそれはなんかや,やっぱそうしてると <laughs> プロレスを通じて何か歌いようとしてる、いないわけそうういことはやそれはこれからやるんでのす、平和もそうですし、あとね、もっと元気になるって、プロレス見て、ああ、楽しかった、面白かった、すごかったって、ったすごかった、すごかったって言われる、本当それぐらいのイベント、興行、試合をやれば、ですねもっともっと世間は元気になっていくかなと、一人でも二人でも元気になってくればいいなと、そんなふうに思ってます、今。 ゼロワンのほら渡辺君なんかはプロレスを通じてえ何て言ういじめ、ね、世の余命の,の撲滅と余命を救うとかなんとかやってるじゃないですかね。<laughs> まあそんな簡単なもんじゃないですよこれは。<laughs> はい、やっぱりうんじゃあもっとだからアビコでプロレスとの関わりをアピールして。えー で最初に当選したときは、あんまりプロレスとプロレスと言かかいたただ、選挙で選挙カーで僕、猪木会長のテーマ曲ずっと流して、あ<ー>選挙カ<ー>、まあ、プロレスの色は、まあ、確かにあるでしょうね、うん、プロレスもそうなんですけども、まあ、今,今は、まあ、プロレスでも今はスポーツについて、うん、いろいろとアビコのいろんなことを提案しています、障害スポーツですね、うんあの、総合型地域スポーツクラブとか、うん、そういったものをいろいろと。 あとはオリンピックに向けてホストタウンオリンピックを通じてのホストタウンとかですはあびこでもっともっと魅力発信できると、うん、これを、ね、あのホストタウンを誘致することによってそれを通じてやっぱり、まあ、スポーツそれでプロレスですよプロレスはこれプロレスは捨てちゃいけない <laughs> プロレスをプロレスファーストにしないわけだ。 やっぱりスポーツとかいうそ,うそういうこと言って大向けするような言葉ばっかり言って隠してるんじゃないですか,かプロレスをていじゃ堂々とプロ,レスプロレスということを言ってですよ、<はい S 2> 本当にその工業もやって澤 <はい S 2> 田興をやってですよ。 アメリカの人々にもっと見せてもらう自分プロレスラーの見てくれこの体をっていう感じのですの時お願いいたします。いろいろとリードクターとしてそういうことなんでやってもらったかないいなみんな応援しがいが我々ありますよね。ああしいぜひともそれはなのでスポーツとかさ勉強させていやでもね本当スポーツですよあのスポーツをね元々あの 発展させることによって、あの医療費の削減とかも、それもあの効果期待できますよね。ねで,で,で,ねで、正直、我孫コっていうのは、カノ彼女ゴロ先生の別荘跡もあったんですね。別荘 <laughs> も。もともとだったんで、もっともっとねと、東京オリンピックを最初に持ってきたのが、カノ彼女ゴロ先生でありますね。で,すねで、そういう、もともとね、そういうのを発揮していければいいかなと思ってるんで。んスポーツを通じて、そしてプロレスを通じてですね、東大我ですね。<laughs> 元気にしていきたい。<laughs> そういうふうにったんですよ。<laughs>

人口もやしていいきたですね昔、ほら私の千葉でも千葉は千葉でも、千葉市のほうなんかいなげとですから、そこにずっといたんだけど、そとやっぱり、阿孫子とか流山とか、柏とか、なんか地方すごい田舎のような感じしたんだけど、今はむしろ東京からもうそっちはずっと便利ですよね。だから、昔は千葉とか、あと銚子ですよね、昔でも今は千葉市で一多くて、次は船橋とか、市川も大きくなってますもんね。 林先生もいろいろと我孫子氏にぜひとも工業やったときには訴えていきたいので私は我孫子でプロレスを通じてそしてスポーツを通じて研ね、プロレスを通じてプロレスを通じてそうかいやいやまあ頑張ってくださいねやっぱり本当市会議員というのは例えば今どうですか家族なんかがあの 家の,そ家の前の道の掃除をしたり、ですよ、水まいたり、なんかいろいろそういうことをやんなきゃいけないような風潮があるんですか、うん、まあどうなんですかね、私は一軒家じゃないんでね、うんまあ、マンションですけどでもあの、やってる方もいますね、な、うんやってる人となくそういうことしなきゃいけないんじゃないかと。ね 要求されるんじゃないかと、思われた、多ありますよね。朝学校の、小学校の、あの、やってますよ。スクールガードじゃないですけど、行ってらっしゃい、って頑張って、あ、ご安全。あ、なんだ、実績で、その実績で、それは、子供たちが一番、かっこいいですから。ええ。い子供たちのためにですね。うん。そういうことやっていくわけでしょね。そうですね。今度選挙いつなんですか二、年後。選挙二年、ちょっと。まだ二年ぐらい。二年半ぐらい。あ、じゃ、まだ大丈夫ですね。大丈夫じゃないです。選挙のことを考えてやる議員は、これは政治家じゃない。ああ。 選挙のことを考えたらだめじゃあ僕、選挙のことしかなじゃないですか。じゃあ、私、網腰を元気にしよ自分のところを元気してくるんです。これが政治家ですよ。そうですね、確かに。田中角栄ですよね、新幹線を持っててね、三國東京通してわけですから、そういう気持ちがないと。あれなんかやってるんですか、街頭演説なんか、駅前でやってるのやってないやればいいじゃないですか。 いや結構ね朝早いですよ、皆さん。朝早いだから私の声聞いたところでね、でもやってる人いるでしょ、いないですはね、前じじゃいないですよね、選挙前なんで、やってる人もいますね、月に1回ぐらいは。まあね、でもやっぱり基本的にはいろんな人の前に、人前に出ないと、顔覚えられないと、やっぱりですよねこれはもうプロレスの世界と一緒なんですよ。確かに プロレスと政治なやっ通じるとか、相通じるとか。あそれは本当にあります。すね、本当あります。はい。政府がないのか。はい、<laughs> 政治の世界にもあるからありますよね。やっぱね。先生、難しいこと言います。そうか、楽しみだな、はい、それは、はい。いや、びっくりさ。いやい,やいや、いや、えー、いや。まあ、本当に。 体に気をつけて。はい、ありがとうございます。体重落として、体重落としますんで、私で病院ちょっと出てきてもまだ一ヶ月ぐらい。そうだ、本当本気で落とすわけじゃなですからね。はいはい。ちょっとまた体体作りしますんで。そうだね。本当ね。でも本当にやっぱり政治ってだよ男はみんな興味があるし、やってみたいと思うことだと思いますよね。だから本当そういうところ、とにかく第一歩まだまだこれから本当まだ若いからね。 若いからその風に乗ってすぐなんかこ,こっちいたいフラフラしないようにですね。あそれはないですそれはもうね。それはあくまでもずっと無所属でも、はい、<laughs> そのね、本当それは選挙のことを考えてるっていうのは政治家じゃないですよ。ほら、うん。ですよね。えー、政治嫌ですよ。えー、そうですね。えー <laughs> <laughs> 頑張ってままいり意外と、ね、今日は、ね、もうちょっとで、ね、生々しい長、ね、田さんのことだから話が聞けるかと思ったら、ねえー、そういうふうに持っていけなかった <laughs> 私はいや、まあ、安心しました、これでなんか本当に、えー、本当政治家と話しているみたいでプロレスラーじゃないみたいです、ね、いやいやあこういうことで長田さんまだまだ頑張っていきます、えー、プロレスラーにもプロレス出身で市会議員あの議員になっていても何人かいますからね,そうねそうみんな本当に頑張っていますから、えー、ぜひ。わ 応援していただきたいというふうに思います、はいえー、アビコシにいる方、まあ、アビコシに親戚のいる方はねぜひ澤、えー、田さんをね澤田さんを応援してほしいです<ー>、えー、よろしくお願いします本当にねありがとうございます澤田知事でございます、ねえー、ま,だまだまだまだ暑い日が続くと思いますけれどもおまた来週再来週とね、えー、楽しいゲストを呼んでいろいろ話を伺いたいと思いますのでね楽しみにして,てください、えー、それでは皆さんまたお見にかかりますさようなら 「ありがとうございました,た,ました話をしに行こう」「うつむく背中にも追い風吹き抜ける」「気分が上がったなら世界が変わるだろう」「お医者様結構は幸せの気